1994年、ダーツ発祥の地イギリスで一つの事件が起こった。世界選手権において当時イギリス出身プレイヤーによって独占されていた最強の座が一人のカナダ出身プレイヤーによって奪われたのである。彼はその後も幾多の大会で好成績を残し、優秀なダーツプレイヤーの証として世界ランク第1位にも輝いた。世界のトッププレイヤー、ダース・メイプル、ジョン・パート。I think it's in their eyes. They all want a good chance to win a big game with a nice audience and to make a name bigger and to improve. So it's up to me to show how difficult it really is to win the best darts. このワールドクラスの超大物をフリーマガジンや携帯サイトでもおなじみのグッドダーツがスペシャルプレイヤーとして招集。そのジョン・パートに挑戦者として選ばれたのは茅野真澄、岡田真由美、谷内太郎。このいずれ劣らぬ日本のトッププレイヤーたちがジョン・パートに挑む。世界への扉は開かれた。グッドダーツワールドチャレンジマッチ2010。今回の試合は501スタンダードクリケット、チョイスによるベストオブ3、2レッグ選手したものの勝利となります。なお501はマスターアウト方式での試合となります。マッチ2の挑戦者は、まあ、気合は十分ですね。今日は絶対に勝ちます。吠えるライブクイーン、岡田真由美。I've played pro darts games in England twice against women on stage with a big, big audience. And that's where the difference is. Normally, if you're playing against a woman, they get a lot of support from the audience. They all want to see the woman beat the man. So it's a little more challenging to maintain your focus on playing your game rather than get distracted by the audience. すいません。世界大会というチャンピオンっていうところに目線は向けてなく、日本の方に向けていましたので、最近知りました。はい、一本一本集中して女性ならではの技術を出せれたらと思っております。ジョン・パート VS 岡田真由美、ゲームオン。まずは岡田のコーク、わずかにブルの外に、続いてジョン、見事インブルに、先行はジョン。岡田真由美の世界への挑戦が今始まる。1ラウンド、ジョン、ハットスタート。岡田もジョンに続き、ハットでスタート。
見事ハイトーンを決めフィニッシュ圏内に。4ラウンドジョン、フィニッシュなるか。ダブルの12を決めナイスアウト。圧倒的な強さを見せるジョン・パート。岡田、セカンドレッグ巻き返しなるか。6ラウンド岡田、ここはブルでオーバーを狙いたいところ。
フルをオープンするも加点はならず。ジョン、フィニッシュなるか。ジョン、圧倒的な集中力でストレートの勝利。頭が真っ白になってしまったっていうのは、はい、あります。でも本当にちょっと集中してやろうという気持ちで、もうやっぱやるからには勝ちたいなと思ってやったんですけども、やっぱりちょっと力及ばず、やっぱ世界は高いな強いなっていうのは実感しました。やっぱこういう緊張感が常にやっぱ世界ではあるんだなっていうのは思って、まあ、すごい本当にいい経験はできたなと思います。Well, I think it was hard. She was nervous, and the 501 game, I only missed the one dart when I tried to go for the 180 to start on the second shot. So, I didn't give her much hope, because I played very steady going first, and then the cricket also very steady. So, I think she was just a little too nervous to know I wasn't going to miss.And a big turn. Okada Mayumi が初めて挑んだ世界のトッププレーヤー。持ち前のガッツでぶつかり、新たな強さを知る一戦となった。